なぎなた。たは、日本のながら武器の一種で、平安時代に登場した武具である。長い柄の先に、反りのある刀身を装着した武具で、当初は、なぎなた、長なたとも読まれたと表記されていたが、刀に、内刀という様式が生まれると、内刀を、担当と区別するために故障する、上刀と区別するため、なぎなたと表記されるようになった。 類似の武器に長巻きがあるが、長巻きは、長大な立ちを振るいやすくするために柄をそのまま長く伸ばした柄の長い刀であるのに対し、薙刀は刀の柄をただ長くしただけではなく、刀身及び柄の形状ともに斬撃に特化させた、長ら武器である。欧米では、日本の薙刀は、ヨーロッパの長ら武器であるグレーブ、パルチザン、ハルバードの一種に分類されたり、 類似の武器とみなされたりする。グレイブと比較しての特徴は、薙刀は刀身の部分が日本刀のようになっている点である。薙刀が誕生した過程については、研究が進められていないために、い未だにはっきりとは判明していないが、単純により間合いを大きく取れる立ちを求めた結果、柄が自然と長くなったものだとする説か、奈良時代後期から鎌倉時代にかけて、手穂と呼ばれる。 一尺、約三十センチメートルから二尺、約六十センチメートルほどの刀身を、比較的短い柄にはめて用いる、柄武器が存在しており、これが改良されたものが薙刀であるという説、槍の分類、手矛の甲も参照、また、その起源と発達過程については、諸説存在する。日本において、武士の主な戦闘方法は、遠距離から馬上で弓を入ることであったが、 名乗りを上げて一騎打ちを行う際には手持ちの武器による接近戦も行われた。やがて戦闘方法の変化から勝ち戦という概念が一般化すると、薙刀は武士から足軽まで広く用いられる主武器となった。平安時代以来の徒歩専用の武器であった薙刀は南北朝時代になると太刀と同様に巨大化し徒歩。 馬上を問わずに盛んに使用されるようになる。不評や、双兵の武器だけではなく、武士の主要な武器の一つに位置づけられる存在となったのである。しかし、南北朝時代には、馬上での槍や薙刀の使用は一般的ではなかったとする説もある。南北朝時代においては、馬上の武器としては立ち、大刀、ち、槍、正刈りなども使われたが、槍や正刈りよりも薙刀の方が、 一般的であった。リーチが長く、切るだけではなく、一つや石突きを使用しただ突、また柄での打撃が可能な薙刀は、汽車技術を失った、南北朝時代や室町時代の武士たちにとって、重要な武器であった。多様な攻撃を繰り出せる薙刀は、南北朝時代や室町時代において、最強の武器であったとする説がある。もっとも、 破壊力の高い王なぎなたともなると、扱いが難しくなる。南北朝時代の戦場において、豪遊な者がなぎなたを振り回して、敵をなぎ倒す派手な様子が、大兵器などにも描かれている。それだけ兵器として強大な威力を発揮したということで、ある。また、味方の牙の後ろについて進軍し、敵の牙の足を攻撃して落馬させるなどの攻撃方法もあった。 南北長期の戦乱においては、矛や槍が短く、槍は、突くもの、打つものとして利用されたが、太刀と薙刀も、突くもの、打つものとして利用されており、広い円形範囲で敵を、打つ、突く、切ることのできる薙刀と大立ちの方が槍より、有効であり、利用価値が高かった。また、槍やまさかり、な刀といった木の柄の武器は、大立より折れやすく、それを防ぐため、 柄は、大立ちほど、長くないため、南北朝時代に最も有効な白兵戦武器は、大立ちであったとする説もある。ただし、一番長い薙刀は五尺、約150センチメートルぐらいの柄の長さであった。薙刀の使用が盛んであったのは、源平時代の頃から、室町時代、戦国期の続にかけてであり、鎌倉時代に、北湖から発展した長柄武器として、 槍が登場し、また、室町時代の長巻の登場によって、波形が戦場で用いられることは、戦国時代以降徐々に少なくなっていった。応仁の乱の頃より戦闘の主流が足軽による、集団戦に変わると、振り回す形で使う武器は密集した隊列を組んで、行う戦闘において不便であり、やがて槍にとって変わられていった。しかし、 戦国時代末期になってもなぎなたが戦場で使われることが珍しくなかったとする説もある。歴史学者の近藤義和曰く、槍がなぎなたよりも多用されるようになるのは戦国時代の後半頃からだという。扱いやすさの点から見ると、刀と薙刀では遠心力を利用してあまり腕力を要せず使用できる薙刀の方が扱いやすいが、それでも扱うのには技術がいる。 しかし、威力は抜群である。刀を持った敵と戦う場合、その長さを利用して、敵を自分の懐に入れないようにしてある程度の距離を保ったまま、薙ぎ払うか突くなどの攻撃を繰り出す必要がある。江戸時代になると、薙刀術は、創術や剣術とともに武芸としての地位を確立した。薙刀を扱う武術流派も増え、各藩で稽古が行われた。また、 薙刀術は、武家の女子の教養や護身術としても受容され、薙刀は女性が主に使う武器の一つであるというイメージが生まれることとなった。なお、武家の女子が扱うようになったため必然的に、薙刀全体が小ぶりな作りになっていったという趣旨の説が存在するが、江戸時代の女子の薙刀稽古について詳細に述べた、資料自体が稀でりその実態は定かではない。 なぎなたの分類は、明治時代になって、刃の反り具合から、反りの大きい、ともえ型、反りの小さい、正型と分けられるようになっていった。明治時代には、激剣工業で人気を博した。大正時代から、太平洋戦争後にかけては、政府の政策の影響もあって、主に女性のたしなむ武道として、なぎなたが普及した。この影響により、なぎなたは、 女性の武器であるというイメージが形成されていった。現在では、地方の伝統芸能や古流武術としての薙刀を伝承する団体がいくつか現存しているほか、武道、競技としての薙刀が学生の部活動等で盛んに行われている。また、音楽などのリズムに合わせ集団で演舞するリズム薙刀が広く行われるようになっている。 なぎなたは長期にわたって用いられているため、刀身や柄の形状は多岐にわたっている。なお、なぎなたに号をつける場合は、女性の名をつけるのが奈良市である。例外もある。歯身は一尺から二尺、約30から60センチメートル程度のものが標準的であるが、三尺、約90センチメートルを超える長さのものも多く知られている。幅ばと切り葉が付き、 おおむね先そりで、勝負作りもしくは、冠落ち作り、冠落とし作りの闘身形状を持ち、なぎなた日と呼ばれる闘身の中ほどまでの問いを書いている。茎、中後は、刀に比べると長く、闘身と同程度の長さがあることが通常だが、槍に比べれば短く、槍のように茎が闘身長の何倍もの長さを持つ、ことは稀である。名は、刀名が、常とされる。 異物から分類する限り時代が下るにつれて、次第に等身が長大になり、そりが浅くなってゆく傾向にあるが、必ずしも時代と形状は比例しない。等身の身幅が細くそりが少ないものを正午前に、ちなんで、静か型、身幅が広くそりの大きいものを、ともえ午前にちなんで、ともえ型と呼ぶ。現存するなぎたでこしらいとともに現存するもののうち、柄の短いものの闘身は、 ほとんどが、ともえ型である。ともえ型は、反りが大きいために、少ない力で切りつけやすく、馬上で用いるものや、体格の小さいもの、駆助ご含むが使うことに有利であったためと、考えられているが、切りつけやすい代わりに双方が難しくなるため、馬上用、体格の小さいもの用としての形状であるという、説には、異論もある。古い絵巻物などに描かれているなぎは、 それが極端に大きく描かれていることが多いが、これらが絵画的な誇張表現であるのか、それとも実際に時代の古いものには、そりが大きいものが一般的であったのかについては研究者によって意見の分かれるところである。実際に戦場で用いられていたと伝えられるものには、柄蝶に関わらずそりが小さいものが多いため、正型、巴型の区分と合わせ、そりの大きな 呪え型は、主に祭事用、儀礼用であったのではないか、との考察もある。通常、柄の長さは3尺から6尺、約90から180センチメートル、唾があり、槍とは違い柄の断面が楕円型をしているのが、常形とされている。戦場では、刀身は剥き出しであるが、平時には刀身には、鞘が被せられていた。 槍と違い石突きを地面に突き立てて、本体を支えることにはほとんど使わないため、石突きは戦線,線形ではなく、半月型等の石突き側でも、切り付ける用途に向いた形状をしているものが多い。また、水軍用、なぎなたと呼ばれる線上で使うためのものがあり、これらは柄が短く、炉としても用いられるように石突きが、浴場の形状をしていることが特徴となっている。 実践で使われていたものは必要最低限の金具をはめて、漆塗りを施したのみの簡素なこしらいがほとんどで、あるが、のしつきなぎなたや、銀ひるまきのなぎなたように、柄に装飾を施したものも、好意の武士の所有するものとして記録されている。つばは、小ぶりなものが主流だが、つばを持たないものも存在する一方、大立のように大型のつばを持つものもあり、これら大型のつばのついたものには、 つばつきなぎなたの故障もある。江戸期に入ると、なぎなたは重要な嫁入り用具として用いられていたこともあり、金なし字や薪絵、ラゲンサイク等を施した豪華ななぎなたごしらえが多く作られるようになり、鞘の形状にも工夫が凝らされるようになった。また他にも実用を外れた得意な形状の鞘も多く作られている。これら江戸期のなぎなたには、 形状に関かかわらず家紋が入れられていることも特徴的だ。大薙刀は武具の長大化が流行した南北朝時代に多く作られた。大薙刀とは、大友後輩記にあるように、大薙刀の柄は一畳、約二メートル、は六尺余り、約一点八メートルという異例もあるが、大体に刃も柄も、旧来の薙刀より大型のものを言い、小薙刀は、 旧来のように柄の短い地上に立てて、人の肩から耳のあたりぐらいの長さものを言い、葉の長さだけで大小は言わない。南北朝時代に大きめの立ちと大立ちと共に流行したが、どれも南北朝時代の二十数年間という短期間で流行は終わっている。大なぎなたは大立ちに対抗するように出現し、同じように流行が終わっている。 南北朝時代で流行は終わったが、中には、大立と共に、室町時代まで流行したとする説もある。大立の方は、大きめの立や、大なぎなたとは違い、安土桃山時代に、再び流行している。初期のなぎなたは、波長は六十センチメートル前後のものが多かったが、鎌倉後期から、室町時代になるといわゆる、大なぎなたが登場する。太平期には、 柄五尺、約150センチメートル、歯五尺の微前なぎなたという記述が見られ、約150センチメートルもの刃渡りのなぎなたが描かれている。なぎなたが戦場で用いられることが少なくなると、なぎなた直しと呼ばれる、なぎなたを元にして、内刀に作り変えたものが多く作られた。これは、なぎなたの切っ先の針を落として、全体の反りを小さくし、茎を切り詰めて、 内刀として適した大敗、刀の全体形状としたもので、なぎなたの刀身は、刃渡りが比較的短いものが多いため、脇差しや担当に仕立てたものが多いが、大なぎなたを、なぎなた直しとする例もあり、代表的なものに、茎喜義隆が所持していた内刀がある。なぎなたは、実戦で用いられた期間が長いため、長年伝来しているものは、品質の高い名品であろう。 されたこと、また、質の低い数うちもの、大量生産の粗悪品を、わざわざ刀に直して間をかけるものもな、ということから、薙刀直しに、鈍刀なし、薙刀直しに、生倉なしと謳われ、実際に現存する、薙刀直しの刀には、優れたものも多い。法術の薙刀直し作りはこの謳いにあやかって作刀されたものとも考察されている。 なぎなた直しの名品としては、なぎなたを小ぶりの太刀に直し、後にすり上げられて、脇差しとされた、名物骨笛頭四郎、大阪夏の陣で昇進となったのなぎなたを再破の上、すり上げて、脇差しとした、名物なまず、微頭四郎が有名で、いずれも、淡田口義光の作と伝えられる。なぎなたを作り直して、刀としたものではなく、 作当時から、なぎなた直しであるかのような形状として作られた刀もあり、それらは、なぎなた直し作りと呼ばれる。なぎなた直しと、なぎなた直し作りの相違点は、第一に、茎の形状で、なぎなた直しが、なぎなたの茎を切り詰めたものであるのに対し、なぎなた直し作りは、茎が最初から、刀の茎としての形をしていることであるが、必ずしもそうであるとは限らず、 茎の形状も含めて、最初から薙刀であったかのような形状で作刀される例もあり、伝来や名で確かめられない場合、判別は困難なものもある。また、直し作りではなくとも、冠落ち作りもしくは、うくび作りに薙刀といもしくは腰どいとした薙刀に、等身形状の似た短刀や脇差しもあり、これらも、伝来や名で判断できない場合、判別が難しいものもある。 なぎなた直し、なぎなた直し作りともに、こしらえは、通常の内型なごしらえや担当ごしらえとされている、ものがほとんどであるが、稀に、なぎなた用の円金具や筒金を用いて、なぎなたの柄を切り縮めたかのようなものとして、仕立てられている代わりごしらえがあり、これらを、なぎなた作りのこしらえと呼ぶことがあるが、故障としては、一般的ではない。つばの代わりに鍵、針のついたなぎなた。 なぎなた本来の動作に加え、鍵で引っ掛けることが可能。戸田派武交流なぎなた術が使うことで知られている。つくしなぎなたとは、室町時代に九州で流行した、得意な形状のながら武器で、九州の筑紫地方で多く用いられたためこの名がある。通常のなぎなたとは違い武器を柄に刺して、目釘で固定するのではなく、刀身の後端部、通常の刀であれば、 茎に相当する部分の峰側に筆と呼ばれる臨場の金具を持ち、この部分に柄をこんで固定する日本の武器としては珍しい方式の武具である。個性が強く戦闘力も高い薙刀である。中国大陸より伝来した各種の長ら武器から発展したものと考えられているが、農機具としてのナタには草刈り大釜、枝切れ大釜と呼ばれる。 長い柄を付けたものがあり、同じように筆を用いて固定する形式のものである。ことから、これらの長い型から発展したという説も有力である。このため、畜生なぎなたを、なたなぎなた、なたからなぎなた、または、仏目なたなぎなた、むそなたなぎなたとも呼称する。なたなぎなたの呼び名は、大友後輩記の中でもたびたび登場し、大友氏ではこの武具が重用されていたことを示している。 また、大阪府羽びの市の坪井八幡宮には、神宮皇后所持との伝承がある薙刀が収蔵されており、この薙刀は、なぎ薙刀の形式である。安土桃山時代になり、なぎ薙刀と同じように刀身の峰側に質を持ち、この部分に柄を差し込んで固定して使用する形式の、ながら武器が出現した。これらは、袋薙刀と呼ばれ、 瀬戸内の水軍衆を中心に用いられている。袋という名称であるが、袋槍とは違って、刀身の根元がソケット状の袋補になっているわけではなく、武器としての形状は、畜生なぎなたとほぼ同じである。畜生なぎなたとの違いは、刀身の形状が、なぎなたとほぼ同じ、冠落ち作りや勝負作りの刀身形状を持つものから、しのぎのない平ら作りのもの、 ほぼ半月型に近い形状のものまで多岐にわたっていることと、質が二つあるものが多く存在することである。通常の薙刀や槍と違い刀身と柄が容易に分離できる構造となっているのは、持ち運びの際にかさばることを避けるためである。との考察もあるが、長がら吹きで持ち運びの際にかさばるのは柄であって、刀ではないことから、この説には異論も出されている。 水軍衆に多く用いられた武器であることから、炉や海は応急的に魔外武器として用いるための手段として誕生したのではないかとも考えられている。畜生なぎなたとは、起源、発祥ともに還元性はないと考えられているが、なぜほぼ同形上同様との武具が年代を経て出現しているのかについては判然としていない。現在のところ、 筑紫なぎなたと同じくの大き具としての長江型から発展したという説が有力とされているが既存の脇差しや短刀をながら武器として用いるために質を付け足して後作りのなぎなたとして用いたもの発祥であるとの説もあり起源や発祥については解明されていない部分が多い日本式眉、尖刀、日本式美仙刀、または眉、尖刀、美仙刀は 中国大陸より伝来した眉尖刀から発展したものと考えられている。中国式の眉尖刀とは違い日本刀や、なぎなたと同様の重ね構造で、派金が存在するとされるが、身幅が広いという特殊な形状である。現存する流派では、元と学く流、忍術の武神官が使用している。しかし、実際に昔から日本で使われていたかは、不明の武器である。 薙刀は長きにわたって、広く使われたため作刀された数も多いが、戦場で使用されることが少なくなってよりは上述の、薙刀直しをされたり、いつぶされてやり、ひいてはクワやスキなどの農具の素材とされてしまったり、また後年にすり上げ、短く縮めて、仕立て直すことや切っ先のそぎ落とし、峰側の大きく張っている部分を削ること、後どい。 後から問いを書き入れることなどを行われているものが多く、なぎなたそのものは現代でも巧妙な刀匠の手によるものから無名の数打者と呼ばれるものまで多数が現存しているが、江戸期以前のもので作刀当初の姿のまま現存するものは少ない。大なぎなたと呼ばれるもので神社に奉納されて作刀された当時の姿のまま現代に伝えられているものが、 いくりか存在している。また、こしらえも現存するものの大半は江戸時代に作られたもので、なぎなたが最も広く用いられていた時代のものはほとんど現存していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。